きっと面白くなるはず。早く蓋を開けよう。ビータから始めて。やだ、なんて最悪なの。というよりかトゲトゲだね。私本当にこのサボテンを食べなきゃいけないの？怖いわ、トゲが刺さっちゃう。まあいいわ、なんとかなるはず。痛い。もういいでしょ。まだまだよ、早く食べな。あ、いいこと思いついた。トゲを全部切っちゃえば痛くなくなると思う。ちょうどいいパンチだってあるわ。じゃーん、これで噛むたびに痛い思いをしなくても済むわ。サボテンが美味しいといいんだけど。どう？すごく早く完食したね。そんなことないわ。すごくまずい。伝わったよ。次は僕の番だね。待って、レディーファーストよ。それに私のは美味しそうなアイスクリームなのよ。早く食べなきゃ。ビーター、私のアイスどこに隠したの？早く隠して。いやよ、よく見て、丸い形をしてるでしょ。私のよ。それぐらい簡単に直せるわ。温度を上げればアイスクリームもドロドロの液になる。でもコーンが三角だからその液は私のものよ。できた。なんて美味しいの。ビータにあげたら絶対に後悔してたわ。美味しすぎるの。アレックスも蓋を開けて。すごい、なんて綺麗なんだ。美味しそうなサンドイッチだよ。早く食べたいな。誰とも分けなくていいのも嬉しいな。これは全部僕のものだ。自分のだけだって。サンドイッチを食べるための作戦を思いついたわ。アレックス、ビータが呼んでるわよ。この包丁で四角いサンドイッチを切れば2つの三角になるわ。ごめんねアレックス、でもこうするしかなかったの。私もお腹が空いてるのよ。そうきたか。だったらこの三角のサンドイッチに同じ三角の唐辛子を入れちゃおう。反応を見るのが楽しみだ。おいしい。アレックス、残念ね。あれ、逆によかったわ。え、何かおかしいわ。え、どうしてサンドイッチに唐辛子が入ってるの。助けて。火を消すのにぴったりなものがあるよ。早く飲んで。早く貸して。私が飲んだのは何だったの。あー、すごい、いいショーが見れた。さあ次は何が出るかな。ビータはチップス、私は、あ、美味しいものが当たるといいな。ドッグフードって。僕は犬じゃないのに、こんなの食べたくないよ。その必要はないわ、私が先に食べるからね。早くスイカを食べたいな。なんてジューシーなの。真夏日にはぴったりね。私でもスイカを食べる方法思いついたわ。この専用スプーンを使うの。ケイシー、スプーンをどうぞ。そっちの方が食べやすいわよ。ありがとう、本当に食べやすいわ。残念、これでスイカは私のものよ。丸く切ってあるじゃない。今度からは気をつけてね。やったわね。くらえ。外れよ、いくらでも投げていいわよ。私はスイカを食べちゃおう。あなたのせいでスイカもあと少ししか残ってないじゃない。残りは誰にも渡さないからね。おいしい。完食よ。ビータ、あなたの番ね。チップスはきっとおいしいわ。プリングルスならなおさらね、大好きなのよ。私もよ、だからビータからチップスを奪うの。振るだけで手に入るから楽勝ね。おかしいな、どうして空っぽなの。チップスはどこ。大変だわ、誰の仕業なの。チップスはどんな形でも美味しいでしょ。でも僕はドッグフードを食べなきゃいけない。こっちの方がまずいよ。
匂いを嗅いだだけで吐いちゃいそう。食べなくてもいい？ちゃんと食べなさい。見てみてよ、まずそうでしょ。味見だけでもしてみないとか。ああ最悪、まずいよ。ドッグフードは専用の食器で食べるのよ。私が持ってきたことに感謝しなさい。感謝するよ。これでもっと見栄えがひどくなった。スプーンで食べるのは絶対に無理だ。手伝ってあげるわ。動かないでね。必ず入れるわよ。えい、どう？おいしい？これよりもまずいものは食べたことがないよ。これの何が面白いの？本当の面白さはこれから僕が見せてやる。なんてことしたの？私たちにまで犬の匂いが移るじゃない。楽しいね。今回運がいいのは誰かな？見てみましょう。私じゃないみたい。僕は運が良かったよ。お寿司は大好きだ。私もよ。チョコレートが当たった。それにとても美味しいチョコなの。お店ではなかなか見つけられないから貴重よ。みんなも美味しそうによだれが垂れているでしょうけど、私は絶対に分けないわよ。美味しい。もっともっと食べちゃいたいな。食べられてよかった。でもその前に空手の技を見せるわよ。ほらすごいでしょ。私はいつでも仕返しできるのよ。これからすごい技を見せるわ。チョコレートを口でキャッチするの。それだけじゃないわ。一つぐらいなら誰でもキャッチできるし、全部一気にキャッチするわ。一つもキャッチできなかった。恥ずかしいわ。気にしないで。これで僕もお寿司を食べられるし。まずはお箸を取りな。僕はお箸を使えないんだよ。今から使い方を学習すると一つも食べれなくなる。でもお箸の使い方さえ変えてみたらどうかな。例えばお箸にお寿司を刺してそのまま食べるとか。食べやすいし手も汚れないよ。私とも分けてくれる？いやだ。それにお寿司なんていらないでしょ。ジューシーなレモンを食べな。どれだけ酸っぱいのか想像できるわ。はあ、いやだ。まさかレモンがブーメランみたいに戻ってくるとは。どっか消えて。レモンはリータの運命だったみたいだね。なんてバカバカしいルールなの？そうよ。レモンを少しマシにする方法さっき思いついたわ。顔を向けばいいの。あ、ごめんアレックス。でも新しい髪型の方が黄色い T シャツによく似合うわよ。よし、おふざけもここで終わりよ。あ、レモンのせいでおかしくなったわ。ひんやりとしたシャワーが必要。これでだいぶ良くなったわ。面白い顔だね。玉ねぎだけはやめて。臭くなるのなんて嫌よ。なんて大きなピザなの。最高だわ。僕は一番美味しいシュワシュワの飴だ。まずは私がこの玉ねぎを始末してもいい？最後に残すのだけは嫌だわ。どう？美味しい？もうからかわないでよ。本当に辛いのよ。この玉ねぎがどれほどまずいかも知らないで。きっと一口食べただけで吐き出すわよ。私も戻しそう。なんて臭いの？ごめんなさい。あら、ケイシーのピザの上に丸いサラミが乗ってるわ。私のものってことね。こんなに美味しいものが私を待っているって考えると嬉しいわ。丁寧に切れば四角いピザができるね。僕も食べれるってことだ。僕にはシュワシュワのキャンディーもあるから手を汚さないようにしないと。なんてことするの？恥ずかしくないの？私のピザなのよ。四角いから僕のだよ。はあ、ほとんど何も残ってないわ。でも全部食べられなくてよかった。少しは食べられるわ。僕にはシュワシュワのキャンディーが一袋もあるよ。
早く食べてみたいな。見た目は美味しそうだよ。ああ、本当にすごいわね。期待しないでね。全部僕一人で食べるから。美味しい。もっともっと欲しいよ。欲張りね。上から雨が降ってきたらどう思う？あはは、これでいいのよ。私たちを怒らせるとこうなるわ。あれ？ここはどこなの？チャレンジへようこそ。一番上手な絵を描いた人がチョコレートフォンデュをもらえるよ。でも条件が一つ。口で絵を描いてもらうよ。制限時間は1分。用意スタート。絶対に私が勝つわ。ジュリーは負けるわよ。一番上手な絵を描くのは私よ。ビンゴミラー、青色のフォンデュなんかありえないじゃない。勝つのは私よ。いいアイデアだってあるの。キャップを外せばいいのよ。そうした方が簡単。すごい。なんでもっと早く思いつかなかったのかな。やってみよう。あ、どう？できた？友達が大変な目に遭ってるっていうのに恥ずかしくないの？羽を使って仕返しするわ。そうね、待ってなさい。あ、アクション。あ、どうしよう、絵を汚しちゃったじゃない。これで優勝者は決まりね。笑うんだったらジュリーにも負けてもらうわ。アクション。何これ、やめてよ。ミラも待ってなさい。お願い、やめて。時間切れだよ。出来上がった作品を見せて。何それ、絵の具をこぼしたの？顔まで汚れてるよ。スージーの絵もなんでそんなに赤いの？トマトでも食べてたの？それじゃあ優勝は不可能だよ。ミラの絵はまあまあだけど、少なくとも赤くないから、優勝者はミラだよ。やったー、私のものになったのね。私たちだって飲みたいわ。絶対手に入れるわ。おいしい。やったー、本当に最高よ。え、チョコレートは？おかしいわね、誰が飲んだのかな。誰がやったんでしょう。今回の景品はもっと面白いよ。このワンちゃん見える？景品はこの子じゃなくて、この子のうんちだよ。また口で描かないといけないから頑張ってね。用意スタート。字を書くのは簡単ね。本物みたいな絵を描くには匂いも必要ね。どうすればいいか知ってるわ。すごく臭いじゃない、何か腐ったの？気分が悪いわ。あら、足を洗ったのはずいぶん前の話なの。足で絵を描くのは難しいけど、肘で描くのはもっと難しいわ。あ、でも大丈夫、マーカーならたくさんあるの。あ、え、すごい、私遅れてる。みんな終わり、見せてね。
見てください。ミラの作品はうんちに似てるけど、もっと上手に描けたと思う。スージーすごいよ。すごい。クオ。ジュリーの絵は本当にダメだね。負けたかったのかな。それならうんちをゲットするのはジュリーだよ。嘘でしょ。スージーのせいで気分が悪くなっただけなのに。嫌よ。食べないといけないのがルールよ。最悪。チョコだと思って食べるわ。え、本当に食べちゃったの？これ本当にチョコレートよ。みんなも食べる？結構よ。今回の景品は魚です。美味しくない魚です。でもお絵かきに使うのはソースだよ。楽しそうでしょ。よーい、スタート。ソースでお絵かきしたことなんかないわ。うまくいくといいな。すごくたくさんあるわ。やったー。私ゴミ箱じゃないんだけど。私もそろそろ始めるわ。今まで描いた絵の中で一番おいしい絵になるわ。まずはケチャップから。私はチーズソースから始めるわ。黄色だから魚を描くのにはもってこいよ。いい感じじゃない。あれ？終わっちゃった。早く代わりの絵の具を見つけないと。そうそう、こんな感じ。すごくいい絵じゃない。あー、どうしよう。早くしないと。そうね、私には指が5本あるの。5本使って絵を描けばすぐに終わるはずよ。すごくいい匂いね。少し食べてみるわ。おいしい。もっともっと食べたい。ミラ、ソース食べてるの？ポテトだってないのに。ソースが終わったわ。私の絵には落とさないで。あー、台無しじゃない。おいしい。あ、ソースが終わっちゃったわ。負けちゃう。終わりだよ。出来上がった作品を見せてね。スージーの絵を奪うしかないわね。ジュリー、何それ。魚じゃないよ。ミラの絵は？お、すごいね。今のところは一番いい作品だよ。スージーは何もしなかったの？それなら魚をどうぞ。生魚は好き？なんで私なの？あはは、スージーが魚を食べるのよ。生魚なんか食べないわ。調理しちゃえばいいの。何してるの？ごめん、使い方がわからないの。魚に向ければいいのよね。見て、すごく美味しそうな魚でしょ。やっとちゃんとしたご飯が食べれるわ。おいしい。今回の景品はこの可愛い猫ちゃんだよ。みんなには猫のメイクをしてもらって。一番上手にできた人にはこの可愛い子ちゃんをあげるよ。よーい、
スタート。私って猫みたいだからすぐに終わるわ。残念だけど違うわよ。優勝するのは私よ。鼻はできた。あとはヒゲだけ。ねえ、鏡って使ってもいいよね。鏡がないと上手にメイクできないじゃない。もうすぐできるわ。勝つのは絶対に私よ。あ、ミラ、見て、ジェリーがズルしてる。使っちゃいけないのに鏡を使ってるわ。どうにかしないと。メイクを台無しにすればいいのよ。ねえ、何してるの？メイクが台無しになるじゃない。ああ、子猫ちゃんが欲しかったのに私が負けちゃうじゃない。いいこと思いついた。スージー、鼻の化粧がちょっとおかしいわよ。私が直してあげようか。よろしく。直すわね。これでよし。猫そっくりよ。ありがとう、ミラ。そろそろ優勝者を決める時間だよ。ジュリー、見てられないよ。スージーのは何？それ猫じゃないよ。景品は海賊じゃないんだから。ミラ？なんてことしてくれたの？ミラの化粧はいい感じだね。猫はミラにあげるよ。やった、大切にするからね。アクション。あ、アレルギーみたいね。大丈夫よ、その子は私たちに任せて。アクション。オーマイ、ミラが真っ赤になったわ。お医者さんを呼ばないと。ね？かわいい。チュッパチャプスが1本しかないわ。こんなの嫌だ。僕はラッキー。やった。アレックス、私の方を見なさいよ。ラッキーなのは私よ。おお、すごいね。こんなにたくさんあるなんて信じられないよ。ジェリーから始めてもいいわよ。わかったわ。まずは包装紙を外さないと。あんまりうまくいってないみたいね。諦めないわ。笑わないでよ。あ、チュッパチャプスを壊しちゃった。そんなことがありえるんだね。大切なのはこれでも食べられるってことよ。あー、おいしい。最高。早かったわね。次はアレックスの番よ。やった、ちょうどお腹空いてるんだよね。見て、包装紙を簡単に外したよ。すごいわね。見習わないと。今からある挑戦をするよ。一気に食べる。アレックス、何をするつもりなの？怖がらないで。飴を細かく刻みたいだけだから。見て、できた。僕って強いな。もうやめて、怖いわ。もう終わったよ。あとは飴をお皿に移すだけ。すごいたくさんあるわね。すごいじゃない。僕は一本のチュッパチャプスを残したよ。これはもちろんわざとやったことさ。飴をトッピングにしてチュッパチャプスを舐めることができるんだよ。あー、すぐに終わっちゃった。残ったトッピングは口の中に流し込もう。これでも美味しいね。もっともっと食べたい。こぼれてるわよ。今度はミラの番だよ。掃除機が必要なの。早く止めて。あ、ごめん、二人の方に向かせるつもりはなかったの。包装紙を飛ばしたかったの。いいね。私も気に入ったわ。これでチュッパチャプスが食べられる。どうやってそんなに入れてるの？すごいね。でも嫌な予感がするよ。わ、アレックスの言う通りね。詰まったわ。
どうしましょう。仕方ないね。手伝ってあげるよ。踏ん張ってね。気をつけて。痛いわ。え、これは何？ミラの歯だ。恐ろしいね。大丈夫、元に戻したわ。これは何？小さすぎてよく見えないわ。トウモロコシの種かな。そうっぽいね。僕のところにはいくつかあるよ。匂いがしないね。二人ともまだわからないの？ポップコーンを作ればいいのよ。作り方なんかわからないわ。どうしましょう。あ、いいこと考えた。食べちゃうわ。あー、無理。そうね、ヘアアイロンが使える。ヘアアイロンでポップコーンができるはずよ。どう？できそう？長いわね。待ってる間に遊びましょう。あとは寝て。そうね、時間がかかりすぎたわ。できた！やった！見て、かわいいでしょ。ん？すごい、できるって信じてたわよ。努力した甲斐があればいいんだけど。やった、おいしいわ。次はアレックスね。僕の量だとヘアアイロンは使えないと思う。普通のアイロンでどうにかなるかな。本当にできるかな。ミラの時だって初めは信じなかったでしょう。あ、できた。早くできたよ。びっくりよ。やけどしちゃった。熱いよ。おバカさんなのね。ポップコーンで痛みを紛らわせたいな。やった、すごく美味しくできたよ。こんなにたくさんどうやって作ればいいのかな。あ、わかったわ。何それ？ポップコーンメーカーよ。見たことないの？使い方を教えてあげるわ。まずは種を中に入れるの。わお、そうそう、これだけよ。見て、できた。ポップコーンの完成よ。すごいね、そんな機械があったんだ。もっと種を足してもいいと思うわ。これじゃあ少ないもんね。見て、いいじゃない。やった、机がポップコーンまみれだよ。残りはあと少しだから全部作っちゃうわ。あれ、なんかおかしいんじゃない？これでいいのよ。え、ザリガニ？怖いわ。触るのだって嫌なんだけど。一匹でよかったじゃない。私のお皿を見て。でもザリガニって危なくないと思うわ。そうかな。こんなにたくさんどうやって食べればいいんだろう。ミラから始めて。アレックス、それでも友達って言えるの？思ったよりもまずくないわよ。本当？へえ、気に入ったわ。丸ごと食べられる。おいしい。こんなに気に入るとは思わなかったわ。僕だってびっくりしてるよ。おいしかったわ。ミラ、歯を磨いた方がいいと思うよ。あら、ごめんなさい。大丈夫よ。Okay. 私も簡単に食べれたらいいんだけどな。まずは味見してみるわ。おかしいわね。動いてるのかな。他のザリガニを食べるわ。まずは余計なものとおさらばするの。ジュリー、何してるの？何よ。ザリガニを食べられるようにしただけよ。何してんだよ、こっちを見て。ごめんね、わざとじゃないの。分かったから早く。あら、本当に美味しいのね。わお、アレックスよりも量が少なくて残念だわ。もっと食べたかったのに。またお腹空いちゃった。残念だけど私たちはもう何も食べれないわ。次はアレックスの番ね。二人が美味しそうに食べるから僕も食べたくなったよ。おー、本当に美味しいね。少し食べてもいい？ダメだよ、もう食べたんでしょ。一匹だけでもいいからちょうだい。やめて、分けないって言ったでしょ。
邪魔しないでよ。おいしい。お願い、すごくお腹空いたの。これぐらいでいい？面白くないわよ、欲張り。覚えとくからね。そんなに怒らないでよ、ただのジョークなんだから。あ、生きてるザリガニだ、怖いよ。なんでこんなところにいるの？大丈夫？助けて、僕の指が。何とかしてよ。私の方に投げないで。痛いよ。欲張りだからそうなったのよ。